てね。いいかな。おいしいね。あ、またシェイクしまっちゃう。ジャン君がある程度食べたら、じゃあまた隠して、うん、隠す。ちょっともう、チャコちゃんはずっと出しっぱなしだね。で、自分から戻ったら、ケージを閉めると。この2人のご飯の時間を決めるっていうのをちょっとしようか。うん、ちょこちょこ食べるから感謝だけどね、うん、もうとにかく今は大人のをすぐ食べるから、ポンちゃん食べてくださいよ。さっき食べたから多分いらないんだと思う、うん、結構食べてもね。一応ポンちゃんくんが食べてると食べたいかなと思って出してみたけど、やっぱいらないね、いらないね、置いたくなかったね。いるの？いる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 の？いるの？いらない？いる？いらない？ちゃんくんもいいの？いっぺんに食べないんだもんね。でも結構食べたね、吐かないでね。
ちゃこちゃん、ご飯は？そこで寝ちゃうの。ジャン君は優しいの。セコちゃん、外でご飯食べさせる？じゃあ。トヤさんとこで困っちゃうのかな。なんかあれ俺がやった気もする。うん、あったの一回なんかね、自分から帰った時があって、でなんか多分ベッドで寝たいなっていうのもあったみたいで、その後すぐベッドに入って寝たので、ただそれ以外になんか落ち着くいい場所を見つけちゃったから、それもまた難しくなったかなと思って。里屋さんのとこでケージ離れするのは別に構わないんだけど、ワンちゃん、大好きなポンちゃんをチャコちゃんに取られちゃった感がもしポンちゃんの方に出るとそれはそれで困るので、今のところ気がついてないかな。自分がベッドに行きたいときは追い出すか。うん、まださ、ちょっと寄り添って寝ることにもなってないので、うん、じゃあ、どうしようかな。とりあえず、落ち着くな、みたいな感じで。少し眠くなってるし、だけど、爪取りの鍋で、少し寝そうになってる。ポンちゃんがしばらく気づかないでいてくれるといいなっていう感じだね。おやすみ。ジャン君はわざとその位置で尻尾を振ってんの？なんかね、これが気になるみたい。なんか、いや、遊ばせてたんじゃないの、あなた。そんなお母さんみたいなことする？すごいね、母心。
ちゃこちゃん、ケージに戻らずにもうここで住むの？あなたは。で、ご飯まだ全然食べてないんだよ、今朝。いいですか？大人のは食べないように隠しちゃいましたよ。チャコちゃん戻りましたよ。宅急便が来たタイミングで多分戻ったみたい、ちょっと見てなかったけど。で、カリカリを少しだけ今食べたね。もしかしたらさ、ピンポンとさ、ジャン君とピンポン、ああ、そうだ、飛び出したんだね。そう、それできっと一緒にね、朝の散歩で、散歩、ケージから外に出るやつでですね、チャコちゃんが散々時間を潰してしまって、さらにはついさっきケージの中のご飯を食べていたので、お昼は外出なしという形で進めようと思います。シオンくんだけだったらいいんだけど、シオンくん出ると騒ぐよね、きっとね。程よくですね、今まだみんな寝ているので、ご飯だけ後で置こうかなということです。なのでジャン君は今ブラシを取ろうとしているので、ブラッシングを、はい、どうぞ。今日のお昼はジャン君天国、はい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 。あ、そうなるよね。ん、シオン君が降りてきちゃった音がいましたので、それとかね、この辺でわさわさなり始めた。しゅんくん寝ててくれる？あ、チャコちゃんもしゅんくんが降りてきて、そうなるよね。チャコちゃんが起きた。でも黙ってようかな。トイレだけ掃除するからね。うん。うん。